ビッグマウスインタビュー、ビッグマウスインタビュー、ビッグマウスインタビュー。ザ・パーフェクトミーの西村拓実と言います。よろしくお願いします。さて西村くんにもとうとうスタジオにまで来ていただきましたけれども、はい、お邪魔しています。福岡在住なんだよね。はい、そうですね。ねえ、もうずっと福岡なんですか？ずっと福岡ですね。で、プロフィールで見ていくと、ザ・パーフェクト・ミーは一応2013年からやってると。そうですね、おそらくそれぐらいからですかね。で、昨年の7月からまあ、西村くんのソロユニットになっていると。はい、そうですね、まあ、それまでは、まあ、メンバーがいたんですけど、まあ一人になりました。まあそういうことってあるよね。いや別にそんなそういう話でもないんですけど、そんなに掘って何か出てくる話でもない。でもないです。ないんだ、はい、そっかそっか。どうなんですか、それまではまあ一応ね、メンバーがいたということなんですけど、そもそもやり方はあんまり変わってない感じなんですか？そうですね、基本的にはそんなに変わってないと思います。で、活動をやりながらなんですけれども、昨年9月にそのアジアンピックスっていうオーディションがありまして、はい、これで、サウスバイサウスウェストへの出演が決定ということになりましたから、はい、今年の3月にテキサス州オースティンで開催されたこのサウスバイサウスウェストに出演してきたよと。はい、そうです。すごいっすよね。いやいや、そのたまたま、たまたまっていうかさ、そのストーリーが福岡にあることがすごくない？なんかちょっとさあ、なるほど、うん、いやいや、まあいや、ありがたいですけど。はい、去年はアトラクションズが行ったんだよね。そうですね。で、今年はザ・パーフェクト・ミーが行ったということなんですけれども、はい、海外でのパフォーマンスというのは初めて？初めてですね。僕はもう海外に行くこと自体が初めて。初、はい、じゃあパスポート取りに行くところから始まったわけだ。そうですね。いいなぁ、はい、なんかいいじゃん、まず人の金で行くっていうのも。海外それまで全然こうどっか行きたいなみたいな感じはなかった？特になかったですね。そんなになんかめんどくさそうだなと。出た、めんどくさいんだ。じゃあちょっと大冒険だ、パスポート取って海外に行ってパフォーマンスするなんていうと。そうですね、はい、やっぱり決まった瞬間は俺行くんかっていうようなことでちょっとびっくりした。そうですね、いや実際そのこれは本当に行かなきゃいけないんだと思って決まった時にそっちね、あ、そうかと思って、あんまり実感がなかったので、そのオーディションに出るまでは、まあ、ありがたいですけど、ちょっと戸惑いましたね。まあ本当にこれ行かなきゃいけないんだったらちょっと面倒くさいなっていうのがちょっと思ったんだ、やっぱり。いや、ちょっと頑張らないとなと思いました。自分の中で頑張らないとアメリカまで行けないよなって。ちょっとそのバイタリティがというか。じゃあまあそうなってさ、結局年明け3月行ったわけじゃないですか。はい、どうでしたか、このサウスバイサウスウエストというフェスは。いや、とても楽しかったですね。うーん、はい、他のアーティストのライブも見れたりしたんですか？あ、そうですね、見に行ったりもしましたね。うんうんうん、まあ、でもその別にその名前を知ってるアーティストとかではなかったですけど、どのアーティストもやっぱりすごい面白かったですね、ライブ見るのは。自分はどうでした？自分は、まあ、そんなにまあまあ悪くはなかったんじゃないかなとは思いますけど、まあ、ただ時間が遅かったので、出演時間が、もうみんな酔っ払ってて、まあまあ別に何やっても盛り上がる感じになってたので、まあそうそう、まあそうだなと思いました。でもね、これずっとプロフィールについて回る話じゃん、多分ね。ああ、そうそうなんですね。だと思うよ、サウスバイサウスウエストに出演したっていうのは、今年サウスバイサウスウエストに出たっていうのはさ。なるほど、うん、だと思いますけどね。すいません、そうですね、全然今は、はい、その一人で音楽作って、まあ、今年は特にこう2曲もすでに、サブスクなどでも配信という形で曲が出てきて、先ほど聞いてもらった Two Colors Express Way という曲がまず出て、はい、それから Dance という曲がこの後出てということなんですけれども、はい、この2月3月に立て続けに配信して、曲が出たという感じなんですけど、これはだいたい制作時期バラバラなの、同じぐらいの頃にやってたことなんですか？その曲を作った時期はバラバラですね。ただその音源にまとめ
ったのはまあ大体同時期かなって感じですけど。この2作はやっぱり何かこうちょっと違うイメージなんですか、今までとは。あーんー、ただでも、うん、そのトゥークラーズの方はまあそれなりに新しめではあるんですけど、うん、ダンスの方は結構古い昔作った曲だったので、そのまあだからいろんな時期に作った曲をこういろいろこう並べて考えながらしてる感じなので、まあそのどうなんですかね、あんまりその作った時期のことを覚えてないので、まあまあなんて言ったらいいんでしょうか、分かんないですけど、特に何かあの何うん、なんか違いは特にないかなという感じですかね、うん、今出てきてるアウトプットとして今出てきてるのはこの2曲なんだけども、はい、いわゆるその曲ができたのは前かもしれないけど、今この形でアレンジになってこうなって出てきてるっていう、あーなるほどなるほど、タイミングじゃないですか。そうですね、うん、そこになんかこうちょっと統一性みたいなものがちょっと今ある感じなんですか、それとも曲ごとに別にそんなに考えてない感じ。そのまあ考えそれを狙って作ってるわけではないですけど、うん、まあ出来上がって聞いてみたら、あなんとなくまあ、うん、まとまってはいるかもしれないとは思いましたね。うんうん、ね、はい、で順番に出てきてるから、2月のこのトゥーカラーズエクスプレスウェイとダンス、まあ、例えば2月にトゥーカラーズを聞いた人たちが次にダンスが出てきたときに、おー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 ってやっぱりこう通じるものを感じるかもしれないなと思って。ああなるほど。うん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 。まあ、でも曲調は結構違うと思うので、うん、まあ、どういう風に受け取られるのかちょっと気になるところですけど、うん、なんか特に今ある日本の音楽シーンのものに対してのこう非常にそこにちゃんとバシッとはまっていくような感じのものかなというイメージがあるんですけど。あなるほど、うん、そうですね、うん、まあ、どうなんでしょう、その今の音楽シーンとかそういうその辺のことはあんまり詳しくないのでまあどそのそまあ、そのあんまり受け止められるか分かんないですけど、はい、そっかそっか、聞かない全然、うん、全然ってこともないですけど、うん、まあその今どれが流行ってるとかっていうのはあんまり、そのあんまり明るくないというか、まあ、別にあの嫌いとかそういうわけじゃないですけど、うん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 、あんまり敏感ではないですね。うーん、じゃああくまでも自分の中にあるもので出てきてるって感じ。どちらかというとそうじゃないかなとは思いますね。そうだ、音楽的思考はどんなものが好きだったんですか。あーそうですね、まあ、それこそ時期によって結構違ったりはするんですけど、うん、最近はその何ですかね、スティーリー・ダンとか、うんうん、へー、まあ、それこそ ドナルド・フェーゲンとか、うんうん、あの辺をよく聞きますね。なるほどね、でもそういうことだと思う、もしかすると今の多分シーンの中で結構出てきてるものがそういうものを聞いてるような音が多いかなっていう気がするよね。あなるほど、うん、それもでもなんとなく分かるわけでしょ、自分がこうそう言って言ってるっていうよりも、まあ、自分が感じる今を感じてそれを聞いてるってことだもんね。そうですね、うんうんうん、今これがかっこいいなと思って、そうです、ね、先人たちが作った音楽が今これがかっこいいってことだもんね、うん、そうですね。うーん、で今後また音源が出てきそうだということなんですけど、来月6月にはまた新曲が、はい、そうですね、6月あたりになるんじゃないかなと思います、うんうん、その実際の決まっているこう未来の中でそのまだ言えないこともあると思うけど、はい、今のところこうやって1曲ずつこうデジタル配信していく感じのプランになっているのかな。そうですね、うん、はい、まあまあ、そのいつまでというか、まあ、6月の次じゃあどれまたするのかどうか、まあ、分かんないですけど、うんうんうん、今のところはそういう流れになってますね、うんうん、なんかアルバム作るっていうことに関して必要性とか重要性とか感じたりします？まあ、そうですね、まあ、でもアルバムっていう形にまとまると、うん、まあ、個人的にはその区切りがつくので、うん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 、そういった意味では意味はあるかもしれないですけど、うんうんうん、その聞いていただく方の側からしてどう受け取られるのかはあんまり考えたことなかったですね。確かにね、そのアルバムというのは。でもなんかこうサブスクとかでパーフェクトミーの曲がいろんな人のプレイリストに入ってるっていうのを見ると、あ、どう感じてます、そういうのって。あ、いや、それはすごくありがたいですね、うん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 、それにあの意外全然その想像もしてなかったので意外と見られてるなというか、見られてるというか聞かれてるというか、
そうね、そうかと思って世に出したということは意外とそうなのかと、ね、ちょっと背筋が伸びるというかそういわゆるなんか大々的にショップとかにバーンって並ぶとかいうようなことじゃないから、そうですね、ね、はい、でザ・パーフェクトにミー・西村っていうのがなんかこうブワーンっていくわけじゃないから、はい、スッスッて出してるつもりなんだけど意外とみんながあれ聞いてるっていうのが分かる。そうですね、はい、これはでももしかすると今の時代的なことかもしれないよね、なんかね。あ、なるほど、うんうんうん、確かにそうですね、うん、うん(笑)でも世界中に多分西村くんみたいなアーティストがいっぱいいるんだと思う今はね。だからあ、なるほどなるほど、なんかこう大きなプロジェクトじゃなくてもなんかそうやって曲を作って配信してたりとか出したりする人たちが世界中に多分いるんじゃないかなと思う、ね、あ、そうですね、うん、確かに、うん、福岡でやってて何かいいことはあります？福岡でやってていいこと、うん、まあその福岡でというか、うん、普通にその地元なので、うん、まあ福岡だからというか地元だからの地元である良さというのは、うんうん、良さというかまあやりやすさみたいなのはありますよね、うんうんうん、だからその福岡でバンドをやってて、まあ、東京に出て行かれる方も結構いらっしゃるじゃないですか。という方は、まあ、また東京に行ってからそのつながりを作ってとかっていう形になると思うんですけど、まあ、福岡でずっとやってるとまあまあその知り合いがいますから、まあ甘えてるだけかもしれないですけど分かりませんけど、うん、まあやりやすさはありますね。まずそこに自分がストレスを感じてないってことだよね、ここでやってることに関して。そうですね、基本的にそういうストレスはないと思います。じゃあそれが多分一番いいことかもしれないねうん、うん、いいんじゃないですか。じゃあずっと福岡にいるイメージ、まあ、出る予定はないですね今のところ。そっかそっか。困ることもない？困ること、いいことはなんとなくそれで分かるんですけど。ああ困ること、うん、でも出たことがないので比較がないんだ。そうですね、もしかしたら出たらあこっちの方がいいなって思うかもしれないですけど。いやっとしがらみで切れたわみたいなこともあるかもしれないそうですね、うん、まだ それがないんだね。だからね、そうですねじゃあ僕らはまあそうやって待っとくしかないか、とりあえずね出てくるものをねいやすいません、なんか全然ライブもまたドーンとやろうみたいな感じじゃないですか。また今年2月福岡ねイベントには出たんですけれども。そうですね、うん、福岡アジアアートウィークザフレン、ファインダーズ、はい、ではライブをやったところ。ライブの時はどういう風に今やってるんですか？今あの他に3人サポートメンバーを入れて、うんうん、まあ、ギターとベースとドラムですね、うんうんうん、で4人編成で、うん、まあ、そのバンド形態でやってますね。うーん、そっかそっか、はい、じゃあそういうライブパフォーマンスもまたどこかで見られるチャンスはありそうかな。はい、一応5月の19日に、うん、鹿児島になるんですが。ほうほうほう。鹿児島のウォークインフェス、ウォークインフェスだ、はい、そうだそうだった、出ることになっています。やったー。ああじゃあもうすぐだ、来週っすね。そうですね、はい、5月19日鹿児島ウォークインフェス行くという方、福岡からも多分行かれる方多いと思うので、ぜひザ・パーフェクト・ミークレジット見つけて見に行っていただきたいなと思いますね。よろしくお願いします。はい、じゃあちょっと楽しみにしております。はい、じゃあまた来月で論言、はい、楽しみにしております頑張ります頑張りますとごめんなさいしか言ってすいませんしか言ってないような感じになってきたけどね厄介な先輩に呼び出されちゃったなみたいな人になってるぞ西村くん。ええ、とんでもないとんでもないですか来てたまにね、はい、次はもっといろんな言葉をOK、はい、いいと思います。ビッグマウスインタビュー、ビッグマウスインタビュー。